ではモデル A の第2機能、想像する機能ですね、はいはい、想像する機能は手動する機能を補佐する副リーダーで、状況を判断してリーダーに伝えるのが役割。手動する機能と比べると自信がなくて控えめ、仕事を任されすぎるとストレスを感じる。新しいことには強く創造性に富むが一貫性は欠ける、なんていうふうに言われてるんですけども、うん、IEE のこの第2、創造する機能は FI、はい、内向感情ですと、うん、人間関係を感じ取ったり作ったり維持することがとても得意ですと、はい、しかしこのような関係は固定的なものというより、むしろ状況に応じて変わる流動的なものだと思うことがよくあります、はい、このタイプの人たちは自分の主導する機能を認識という文脈で他の人たちの関係を作ることに焦点を当てようとしますと。主導する機能の認識という文脈、外交直感を認識するという文脈で他の人たちとの関係を作ることに焦点を当てようとする内向感情、好意や需要を表現することで人との間に親密さや関係を築くことが簡単にできますと、うん、しかしその場で表現された感情は変わらぬ個人的な感情を表現しているというよりは、うん、むしろ状況によって変わるもの、うん、仮に自分の気分や場の状況が変わったら即座にその感情の線を締めて親密な関係を築いた相手のことも忘れてしまうかもしれません、うんうん、このトントントンっていくのが、うん、上手なんですね、うん、しかもそれはそっか、基本的にはやっぱりこの現実よりも、うん、N って未来のこととか可能性の人たちですよね。可能性に、まあ、興味がある、興味がある、うん、だからそっちばっかり意識しちゃうみたいなとこじゃないですか、人なので、うん、その文脈で他の人たちとの関係を作る、うんうん、なのでそれは一貫したものか、うん、っていうと、うん、そうではないっていうふうに、うんうん、可能性はいっぱい出てくるじゃないですか、次から次へと、ね、次から次へと、はい、だからこの場ではこれがいいって言ったけど、あ、やっぱりこれがいいかもしれないっていうところですね、うんうんうん、はい、では第3機能は、はい、規範の機能、ルールファンクションですと、うんうんうん、自覚のある短所の一つ、はい、なんで今この表を出してるんですけど、うん、上の4つは自覚の部分です、はい、で自覚する短所の一つ、うん、新しい場面に弱く自信もないが、うん、社会的な場面では適応するために頑張ろうとする、一生懸命頑張る、はい、うん、苦手だと思ってても、うん、でピンチの時に体を張って主導する機能を守ろうとするのもこの機能ですと、うんうん、いうのが SE 外交感覚ですと、うん、そっか、外交直感が得意で、はい、うん、外交感覚は苦手だとも思ってるんですね、うんうんうん、自覚して苦手だと思っている、うん、このタイプの人たちはあるべき姿と比べて規律がきちんとしていないとして、はい、自分を批判する傾向にある、うん、そして非常に限られた成功によって、うん、自分を改善していこうとするのがこのタイプの典型的な特徴ですと、うんうん、やりたくないことを自分に、あるいはこの場合だと他人であっても、うん、やりたくないことを強いることはほとんどできない、うん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 、そして、うん、適切に人を動かしたり、うん、組織化したりする方法を理解するよりは、うん、人々がやりたがらないっていう状況を破り捨てようとしますと、うん、もっとも規律、組織化、動員、うん、これは自分で生み出そうとするものなのではなく、うん、必要性があるときに自然と生じるものですと、うん、しかし彼らは戦わねばいけないことのせいで、うん、どんどん疲弊していき、うん、困難に立ち向かい続けるよりはうん、別のもっと楽な方法を探し始めます、うんうん、ぐいぐい押すことで何かをさせようとするやり口に腹を立てる、うん、そして圧をかけて相手を動かそうとする人の意見は、うん、拒絶、うん、自分は圧力を使うのは避け、うん、代わりに
誘惑したり、うん、感動させたりするのを好みます、うんうんうん、ものすごく怒った時だけは、うん強硬的で、うん、要求が多い人になるが、うん、ちょっとしたら落ち着いて元通りになりますと、うんうん、なるほど、誘惑して人を動かそうとするもういますね、カリスマっていうと何て言うんだろう、うん、僕が見たのは、うん、やらなきゃいけないことがあるだろう、うんうんうん、ってやってる時に、うん、おいみんなでこっちで楽しいことやろうぜ、うんうん、でこっちで勝手にやり始めてる人を、うん、僕は、うん、こっちで見てる感じがしています、うんうん、でそのやりたいこや、やるべきことをやらせるのも、はい、やれよじゃなくて、はい、夢を語ったりするんじゃないですかあっていう風に見ましたかっていう風になるほど、あだから強制的に人を動かすのは苦手だから、はい、この人が多分上司とかになったら、はい、多分そういう夢を語って人を引っ張っていくみたいな、あなるほど隊長そうやって見たんですね、そういう説明ですよね、僕は、うん、あ、まあ、そのあもうやらない、あ、やらない、やりたがらないことは、うん、やらない人だ、やらない人で、はい、自分がやらせる立場の時はそうやらない、な強制させることはできないと思ってるからそうやって魅了して人を引っ張っていこうとするみたいな、なるほどなるほどっていう人、あだからこそれが間違いで僕はこう見ましたじゃなくて、はい、そういう側面とやらせる側だったらこういうふうなのかな、なるほどなるほど、はい、競争っぽく振る舞うイメージですね、うん、そんな気はします、だから自ら進んで動くように動機づけをしていくみたいな、あなるほど、うん、では4番目、はい、脆弱な機能ですね、うん、脆弱な機能というのは最大の短所で強い苦手意識がある、うん、新しい場面に弱い上、うん、社会的なニュアンスにも疎いです、はい、また自信がなく使用するだけでストレスを感じるのが、うん、内向思考、はい、PI ですと、はい、理論的な知識という根拠を完全に拒絶するか、うん、あるいは鵜呑みしてしまうかの両極端ですが、うん、そういった根拠やそれに対する自分の執着については明らかにすることを好みませんと、うん、苦手だからですね多分、うんうんうん、自分が取り扱う理論的なカテゴリーの数を制限するのを好みます、また最終的に自分の経験から自分にとって必要であると判断するまでは、うん、新しい用語やシステム規則を恣意的で不要なものであるとみなす傾向がありますと、うん、時間を与えられればはっきりと自分の価値観を表現することはできるかもしれません、しかし自分の価値観に食ってかかったり、うん、議論や論争に引き込もうとしたりする人を対処する術は持っていません、うんうんうん、こういうわけで自分の考えが正しく徹底的に支持できるものだと強く確信できるまでは、うん、議論を挑んでくる人に対して、うん、新しい決定や意見をなかなか公表したがりませんと、うんうんうん、なるほど、はい、弱いからなんですかね、まあ、その考えるのが弱い、考えてない、あ論理的に、うん、これ苦手なのか、うん、苦手だからやらないのか、うん、自信がない、僕も同じ、はい、これについて同じ、僕もフィーリングの人間なので、はい、で多分同じところに TI いるんじゃないですか、ただいるかもしれない、うん、でも理論は好きなんですね、うん、苦手だとは思ってるけど、うんうん、この新しいものが出てきた時に、はい、それが本当に大丈夫なのかを考えるのが苦手みたいな感じの説明ですよね、あーそっか、うん、僕はその辺は感覚の人間なのや現実、うんうんなので、なるほど、なんかそれがちょっと違うんですかね、うん、で5番目から多分無意識ゾーンに行くと思ってます、はい、5番目暗示される機能というのは自信があるとかない以前にその発想がなかったと思うほどに欠けていて、うん、意識することができない、うん、が自己実現のためには必要であるため、うん、この機能については話し合うことは極めて有用だと、うん、社会的なニュアンスも疎いので、うん、悪用されないように気をつけましょう、うん、というふうに紹介されてるんですけど、うん、そこは SI 内向感覚だと、うん、生理学的な感覚や本当の欲求とのバランスが取れている感覚、うん、本当の欲求と結びついている感覚など、うん、自分の身体的な経過について
慢性的に無自覚である傾向にあります、うん、時々独特な好みを持っていることがあるのですが、うん、自分でそれが理解できなかったり満たすことができなかったりします、うん、自分の魅力やセクシャリティを大っぴらに強調することはまずありえません、うん、しかし少なくとも信頼できる雰囲気のもと自分の魅力やセクシャリティを高められるような信頼できる友人やパートナーたちと小さな輪を作って、うん、そういう感覚を満足させることを夢見ていますと、はい、この何でしょうね、うん、本当の欲求とのバランスが取れている感覚、うん、本当の欲求と結びついている感覚などが、うん、無意識だ無自覚だ、うん、分かんないってことですよね自分自身が、まあ、次から次にっていう発想だからですか、まあ、SI が欠けてるからってことですよね自分自身に目を向けることが欠けている内向の感覚内向の感覚が欠けている、うん、なんかお腹空いたとか自分自身の手入れとかも意識が向かないしああ、うん、なるほど、うん、ちゃんと何も気にしないみたいなっていうと僕はやっぱり多分、うんうん、感覚の人間なので、うん人前では多分ちゃんとせねばとか、うんうんうん、こう見せねばっていうのが働くんですけど、うんうん、確かに私が知ってるこのよくこのチャンネルにも出てもらう、はいうんうん、N の人間は、うんうん、その雰囲気はないですね、うんうんうん、なんか来ましたわ直感で来ましたわうんうん、うん、っていうのをずかずか来る感じですもんね、うん、僕はどっちかっていうとそういう場でも、うん、なんか場を見てね、うん、状況を見て、うんうんうんこうやらねばとかが働くんですけど、うん、これはまあ確かに外交のところなんですけど、うん、内向でそういうのが欠けてるっていうことなんですね、うん、だからまあ自分自身のですよねなるほど ね、うん、なるほどね食べ物に気を使わなかったりとか、ね、ジャンクフードとか全然気にしないとかあもうあのフードサイクがフードサイク警察が働くんですけど、うん、その辺はでそう言われても気にしないみたいなっていうところじゃないですかなるほど、うん6番目は、うん動員する機能、うん、というのは自分の行動に強く影響を与えているが、うん、自分ではよく分かっていない、うん、ため、まあ、これを主導する機能を持っている他者から学ぶと、うん、あ自分のこういうところが、うんうんうん、その機能なんだねっていう自覚を持てるようにできる、うん、ただ未発達ではあるが、うん、日常の簡単なことなら十分に使いこなしていますよっていう機能がTE 外交思考ですと、うん、個人的に関心があることや、うん、自分をより効率的に生産的にしてくれることについての事実的な知識を集めることに熱中します、うん、しかし正しい情報を発見したり選択したりする自分の能力に確信が持てないため、うん、その分野において能力がありそうで自分を安心させてくれる人に魅了されます、うんうん、確かに、うん、見てその人間を見ていて思うのは、うん、外交志向の人間からは、うんうん、とても評価は高いんですよはいはいはい、うんうんうん、あの言ってることは正しいみたいなのをやり合ってるのをよく見ます、うんうん、僕はねそれを言われたことがないんですよ、うん、なぜなら、外交志向はレッド機能なので、うんあはい、僕はでもあれですけどねなんか違うんじゃないかなって思うことはよくありますあそうですか、うん、僕はね、うん、そういうことを思ったことがないですあ感じるの なんて言うんだろうあのその意見が、うん腹立つとかあ俺の意見と違うから腹立つとか、うん、俺の意見とは違うしかないんですね僕はその辺はないですなるほど俺の意見とは違う、まあ、そういう見方もあるけどそうじゃない場面もあるよね、はい、が絶対出てくるんですよ、はいはい、なるほどだからこれを強く主張されると、はい、その意見もあるけどこれもあるよねってはい、はい、なるからもやっとすることはよくあります僕はねなんかね、うん、もう全てが僕の目線なので、うん、だからそこに感情は僕はあんまり入ってないなるほど、うん、もう敵か味方かになるんですよね、うん、で敵か味方かを向けられると、はい、感情がやっと入ってくる感じはいはいNP の人は現実にちゃんと向き合うこと、うん、SJ の人はバウンダリー問題がついてますねと、うんうん、申し訳ございません、はい、7番目
無視された機能、はい、無視された機能というのはブレやすいことを除けば十分に発達しているが普段は抑圧している、うん、望まないコミュニケーションの際には自らの主導する機能を守るために活発になることがあるがその反面普段は抑圧していて、はい、深層心理の奥なので、うんうんうん、これが悩みの種になるっていうところですね、うんうん、っていう機能が、内向直感今から未来へと続く流れとそこに潜む関連に注目した議論や、うん、個人的な意味を追い、うん、具体的な想像を伴う一つのビジョンを探求していく議論については、うん、徹底的に理解することができます、うん、しかし、うん、数少ない具体的なビジョンや流れに集中するよりも、うん、現在という地点から多くの可能性を探求することの方を好みますと、うんうん、なるほど、うん、やっぱり外なんですね外というか可能性じゃないですかでもこの可能性を探求する具体的な一つのビジョン、うん、もう、うん、これも可能性じゃないですか、はい、1から100までできれば、うんうん、でも、うん、それもあそれも理解することができると、うんうん、でもそれにそこよりも集中するよりも、うんうん、今あるところからもっとたくさん、うん、なるほど、うん、では8番目が、はい証明する機能ですと、うん、証明する機能というのは主導する機能と同じく強く発達した機能だが、うん、同時に最も無意識の深いところに沈んだ最も無自覚な機能であると、うんうん激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することができないかもしれない、うんうん、があなたの背後で世界観を形成しているのもこの機能ですと、うんうん、いうのが外交感情、はいワイワイと冗談を言い合うような良い雰囲気をみんなが楽しんでいるという状況をありがたいと感じる、うん、そしてそういう雰囲気を作り出すのも上手、うん、しかし、うん、良い雰囲気作りは最優先事項ではないと考えているし、うん、またそういう雰囲気を維持したり必要としたりする人々を積極的に求めているわけでもありませんと、うん、そういったことにあまりに集中しすぎている人を見ると、うん、このタイプの人たちはやりすぎ、うん、と思うのですと、うん、これはもう何を言っているのかさっぱりわかりませんあ意味はわかりますよ、はいはい、意味はわかるけど、うん今僕が否定されたかのように受け取ってるんですかね。あ、まあ、でもそういうとこですよね。どうぞ。FE、はいはいはい、FE じゃないですか。好きの方が FE じゃないですか。うん、MBTI ではそうです。で、まあ、これだとファーストが FE ですよね。はい。で、そこもそこよりもよりも、あ、そっかそっか。NE の方が重要だから、はいはい、これは大切だって思ってるんだけど、そこばっかりそこよりもこっち NE が大切でしょみたいな感じじゃないですか。だからそこばっかり優先こっちのためにはこれもポイできるんですよね、うん、そうポイできるから、はいまあ、こっちの方が優先だからアイディアとかでしょみたいなこっちはまあもちろん大切だけどで大切にはしてるんですよでもこればっかりやられるとって話ですよねでこっちのためには、うんうん、この場を壊すことも厭わないんですよね多分まあこっちのためにはでこればっかり集中してる人を見ると何やってんのみたいなっていう説明ですよね今あチェっていうとこじゃないですねはい、はい、だからまあそういう場面はちょっと否定するみたいなところじゃないですか、はいはいはいうん、否定的になる感情を強いのに否定的になるみたいな